まず東砦を制圧せよ。王族の職務を呼び込むのだ。敵の総大将は家康か。これは油断できるな。いや、援軍来着まで砦の防衛に徹するのじゃ。敵士討ち取った。敵士討ち取った。この砦では受け持った。まさかね。存分に天を狙いな。さすがは天下御免の戦に皆中央敵将撃ち取ったぜ。矢が降ってくるぞ。物陰に隠れろ。宝石に惑う職人をことごとく討ち取るのだ。一刻も早く宝石を制圧してください。それではよくとく目覚ましい働きを。どうあがく貴様らに勝ち目はない。第三陣出ろ。諸君の腰抜けどもを蹴散らすのだ。世の安寧を乱す奪旗を打つ。全軍進むのだ。攻める劉備さんって初めて見るわ。お手並み拝見ね。いたずらしてみようかなと。なんだ。もかんぞ。敵を目的にして冒険だ。術にかかりやすい人ばっかり。皆さん、今のうちに始末しちゃって。ちょっといたずらしてみようかな。なんだ。わかんぞ。敵を目的にして冒険だ。術にかかりやすい人ばっかり。皆さん、今のうちに始末しちゃって。敵将討ち取ったり。
っといたずらしてみようかなっと。なんだ、もうかんぞ、敵を目的にして動けんと。術にかかりやすい人ばっかり。皆さん、今のうちに始末しちゃって。世の安寧を乱す楽器を打つ。全軍進むのだ。攻める劉備さんって初めて見るわ。お手並み拝見ね。ちょっといたずらしてみようかなと。敵を目的にして動けんと。術にかかりやすい人ばっかり。皆さん、今のうちに始末しちゃって。敵将打ち破れり。なんだ、体が動かんぞ。敵を目的にして動けんと。術にかかりやすい人ばっかり。皆さん、今のうちに始末しちゃって。打たせていただきました。我が命は一つ、圧倒的な力で全てをねじ伏せよ。その力に屈せぬ者のみが我に挑む資格を持つ。さしの異変に続き、異様の敵、何があったのじゃ。いや、何があろうと小田原城は落ちはせぬ。なんじゃ、北条軍の様子もおかしいの。こやつらの姿、力、鬼じゃ。北条軍が崩されとるわ。どうなってるんじゃ。ひねりつぶしてきた。いや、いや、力で感じる。先の異変、やつの仕業か。うわ、あっ、あっ、昨日無礼じゃ。
あやかしども、成敗してくれる。世の安寧を乱す奪旗を打つ。全軍進むのだ。攻める劉備さんって初めて見るわ。お手並み拝見ね。ちょっといたずらしてみようかなっと。なんだ、早かんぞ。敵を目的にして動けんと。術にかかりやすい人ばっかり。皆さん、今のうちに始末しちゃって。敵将、討ち取ったわ。砦の中から何やら不気味な呪文が聞こえます。術者はそこか。急ぎ砦を落とすのだ。敵将、討ち取ったわ。あの人の出番かな。トータクさん、お仕事よ。敵さんを踏みつぶして。進め、劉備なんぞは叩きつぶせ。副陛下、皆落ち着いて迎え撃つのだ。徳の元には行かせんよ。うまくことが運んでいるな。さて、ラッキーはあの砦か。撃ち取ったわ。
門は開けさせてもらおう。ダッキー、名数が尽きたな。あれ？門が開いちゃった。なんで？誰？ダッキーの砦に何者か入っているのか。抹殺してあげる。敵将、討ち取ったわ。おかしな人が来たおかげで予定が狂っちゃったわ。